魚。今回はこの味出し名人の煮干し味を使って味の深い和風スパイスカレーを作っていきたいと思います。めっちゃ煮干しのいい香りする。じゃあ早速味出し名人で出汁を取ります。出汁を取ってる間に玉ねぎを切っちゃいます。OK。 じゃあ続いて魚ですね。おそらくこいつは鱗もお腹もですね、取ってくれてます。すっごっ。はい、こんな感じ。うわ、わかんない。どっちが綺麗なんだろう。こんな感じ。え、骨お前どう入ってんの？こっちに関しては細かく切る。こっちはこんぐらい。こいつは残しておきます。 OK。 待ってよ、どうにかして頭入れたい。バレた。そんなことしたら私取り終わりましたんで、とりあえずこれも残してきます。じゃあ一時出汁を避難させます。わ、めっちゃ綺麗な色してらっしゃる。もうそしたらオリーブオイルで、簡単にこの一番でっかいやつと、なんか一応怖いから頭焼きます。よし、 OK。 じゃあそのまんま玉ねぎ。飴色になるまではちょっと待てないんで、ここに魚入れちゃいます。もうね、このちっこいのは正直身が崩れても全然大丈夫。じゃあここにまずターメリック入れます。今回は、まあ、なんとなくね、魚に相性良さそうだなと思ってカットトマト缶入れています。わあ、もうカレーじゃなくてトマトだ。水分飛ばします。で、ターメリックももうちょっと入れます。せっかくなんでね、さっき取った出汁の中身も入れていきましょう。ちょっとグロい。それではここにさっき取った出汁入れます。じゃあ水分を飛ばしながらカレーにしていきます。取れた。これでもう香りが一気にカレーになります。コリアンで、これちょっと多め、チリペッパー。ちょっと多めと言ってもいつもより多めなだけ。ちょっと辛さが欲しい。せっかく魚が入ってるんで、なんかオレガノとかもちょっと入れてみる。味見。あとちょこっとだけ塩入れて、あ、辛っ。じゃあこの中途半端に火通したやつらも沈めてっと、よろしく。はい、とりあえずこんな感じ。うわ、全く見えな。はい、とりあえずこんな感じ。顔の原型ないこね。よし、できた。よし、それでは早速いただきたいと思います。いただきます。めっちゃ柔らかい。このタイ、タイなんだろうか、多分タイ。
めっちゃうまい。魚の香りすごいです。煮干しの香り結構します。意外と負けてない。口の中に入れて噛んでると煮干しの香りが結構してきます。なんで全然煮込んでないのにめちゃくちゃ深みがあるというかな、香りに深みがめちゃくちゃ出てます。香りが複雑に混ざり合ってて全部が邪魔してない感じがめちゃくちゃいいですね。まあ、今回の動画はさっき使った味出し名人、これをですね皆さんに紹介したくて撮ってみました。過去に鰹節も揚げてるんですけど、今回は煮干し、両方ねすごい香り豊かで、だしパック自体に調味がされてないので何にでも応用が効くって感じですね。そんであと天然素材しか使ってないとか、まあ、そういうのがあって安心しても食べられるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。この出汁に少しでも興味を持ってくれたらですね、私の概要欄またはコメント欄に購入 URL ページ貼っておきます。じゃあ今回はこんな感じで終わりにします。じゃあみんな次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。